常パワフルゲームチャンネル。はい、どうも皆さん、こんばんは。まあ夜なんでね、今。はい、ミカミックスでーす。今日もね、あのファミリーロマンスさんをご利用させていただいて、今ですね、カラオケルームあの来てます。で、まあカラオケを来たんですけれども、まあ赤ちゃんは。ちひろです。あとカメラマンはグリーンの山崎、やっていただいてます。よろってさ、食べてさ、終わりの動画なんで、毎回それでもつまんないんで、今日は企画ものをやります。今回は採点ありのカラオケバトルで、うわすごい、テレビっぽい、テレビっぽいカラオケバトルで、配信しますけれども、価格そのなんか点数だったりとか、価格っていうわけではなくて、ルールの方を説明させていただきます。で、ルールはまず1つ、3ラウンド制で、各ラウンドが1ラウンドごとに、その方法で、マリちゃんで1ラウンドごとにあの勝敗を決めます。1ラウンドごとに勝敗を決めるんで、まあ、1だったら、まあ、3ポイントで、2だったら2ポイントで、3だったら1ポイントで、1ラウンドが終了。で、次2ラウンド目でもう1回1、2、3を決めるんで、3ラウンドやってポイントの高い人が優勝ということになります。で、このルールだと各ラウンドごとで勝敗が決まるってことは、最初に歌った人と、まあ、後に歌った人と、最初に歌った人の点数が増えるから、後に歌った方が、まあ、いいじゃないですか。ちなみに最初に歌った人の点数を見て、次の人は曲を決めるので、決めるので、後に歌う人が絶対有利なんですよ。そこは一応ちょっとルール的に、前のラウンドで1位だった人が次のラウンドでは一番最初に歌って、で、まあ、2番目だったり2番目で、3番目で3番目で歌って、前の2人の点数を見て自分は曲を入れられると。だから前の点数の点数を見て自分が勝ちに行くのか、まあ、このぐらいの曲でいけるかなみたいなっていうのは決められるんで、でもありますよ、絶対スナックに行ったら大体好きな歌あるんで、それは今日のどっかに入れようと思ってます。戦略的には、まあ、例えば千代さんがスケールを歌ってた、それを見て要は18番で潰しに行くのか、ちょっと諦めるのかみたいな楽しい、そういう戦略がありますんで、はい、はい、で、じゃあそもそも最初の第1ラウンドの順番は、まあ、どうやって決まるかというんですけれども、まあ、いきなりね、その歌うっていうのも、まあ、ちょっと声の調子とかがあるんですけどね、最初は単純に順番決めの歌を歌います、はい、まあ、これも練習だと思う、曲ね、だから曲で、まあ、歌を歌ってもらうんですけど、歌っている人以外は、まあ、ちょっと山で発声してもらうんですけど、2人が外に出て、その人がどういう歌を歌うんだろうかっていうのはまあ分からないで、山ちゃんに点数をまあ持ってもらって入れ替わって、3人の点数が出たら山ちゃんが点数を発表してもらう。うわー、第1ラウンド目の1番、2番、3番で、なんとなくそれをこの後で点数を仕切られたらもう30点やばいなんかすげーショック。でも点数が低いと後に歌えるから、まあ、どうなんだろうね、まあ、それは戦略だよね。間違いなく歌流れるから、流れなかったと、まあ、それはもうガチ流すからだけど、というわけで、はい、ではカラオケバトル両手に奏でやっていきたいと思います。じゃあ1番は、あ、ちょっとそういう番はたりです。イエイ、はい、そうですね、重要重要、大事大事。僕ら2人はちょっと外で、外にちょっとリーチャーついてます。いやいいなぁ、いいなぁ、ずれなぁ。まあそうですね、
わざと低くいくのか、もう最初に分からしちゃうのか。そうですね、ね、そう、でも、うん、勝負だからちょっと喉は使っとかなきゃいけない、うん、そうだね、そうだから開けとかないとね。そうそうそう、だから普通に、まあ普通にね、普通にね、歌える程度のやつを入れとかなきゃいけない。いつも通りな感じでね。そうですね。返事はすぐにしちゃダメだって、誰かに聞いたことあるけど、駆け引きなんてできないの。好きなのよ、ああああああ、恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。星の夜に見かけた君へのメッセージ。すいません、点数に繋がってきた。はい、はい、こんにちは。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あのね、うん、一番最初に、うん、あかりちゃんが歌い始めて、うんうん、A メロ歌い終わったぐらいの時に、うん、採点してないことに気づいた。すいません、やり直してました。ちょっと俺アニソンでいきます。あのちょっと最初だからね、あの点数が出るかどうかは分かんないです。分かんないですね。ちょっと一回歌ってみないとね。そう、いきます。いや超緊張するんだけどこれ。ガチで。悠々白書、悠々白書。ああ、悠々白書いいですね。いやー懐かしい。あ、なんかしゃべり拳ホールビブラート。お疲れ様でした。現在の人はこんな感じになっております。では次の方、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ちひろちゃんいらっしゃいませ。こんばんは。何にしようかな。あー、OK かな。ちょっと待ってください、緊張してるよ。変なテンション、変なテンション。いきなり風入ったもんね。熱気がすごいな。熱気がすごい。そうですよね。じゃあ、はい、
結果発表。ペン取りに行った、本当。私は普通に歌いました、ちゃんと。どっちに転んでもいいよ。あ、本当、はい、俺一応ちょっと、あ、言い訳、言い訳も言っちゃうけどもう言い訳手を取りに行ったわけで、あ、これもう本当懐かしいよねみたいな。あ、もうさっきも作戦ですよね。そうさっきもあかりちゃんと話したけど、ちなみにカラオケでさっき歌ったのは人生の2回目だから。おお。なるほど。そんな感じです。じゃあ、はい、これもうペッてやれば、はい、タイトル書いてあります。はい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 、はい、このようになってます。はい、気になる。超内気持ちゃん、ガチじゃん。俺かみんなガチじゃん。でも、はい、これこっからガチでいくから、ガチでいくから。じゃあこっからガチで、はい、ガチバトルか。じゃあ1番が内気持ちゃんで、はい、2番がガチちゃんで、はい、3番が俺。やなんて
ずらしくて手の方に爪を立ててみる。キラッカーだごと透き通り絵のように漂う。現実の命でも私たちまた抱いてる。悲しい銀が流れてる予定にまた画面。あなたは急上昇を望む星空に私たち花火みたい。心が光の夜を放つ。命でも私たちまた抱いてる。楽しい銀が流れてく。楽しい銀が流れてく。Ha ha ha.